マネージャー、落ち着いてください。そうよ、こんなのあなたらしくないわ。落ち着いていられるか。俺は断固主張するぞ。まったく、あなたがそこまで言うならとことん付き合うしかないわね。そうでしょ。そうですね。こうなったら一蓮托生です。みんなありがとう。行こう、俺たちの未来のために。何を話しているのか。三枝さん、朝倉さん、最前線で戦うアイドルとマネージャーの賃金改善を、改善を、現場に正当な評価を、評価を、現場の気持ちを理解しろ。おい警備員、連れて行くんだ。バカ、話せ、汚いぞ。そうよ、あんまりよ。じゃあ逆に聞こうか。お前は本当に現場の気持ちを理解している？もちろんです。なら俺たちと一緒にパフォーマンスして納得させてみる。まさか歌って踊ることもできないのに現場代表を気取っているわけがないだろう。え、パフォーマンス。マネージャー、ワンステップ1円アップと思えばできますよ。間違いないわ、このバンプロ七不思議の正体。ねえ、偶然ってなんだっけ、必然ってなんだっけ、君といるとわからなくなるよ。ああ、夢みたいな感動も、賃金アップで事務所も豪華に、当たり前のように引き寄せたね。上にいるいたずらに気づかずに私たち、ずっとそばにいたとか。マネージャー、負けるんじゃないよ。ね、巡り会えた奇跡の真ん中で、少しくらい私泣いたっていいよね。さよなら響く軽快なシューズ音もこれだったのね。始まる物語、胸の奥に刺さった切なさが痛いけど、駆け出したらいつでも外がスタートライン。ヴィーナスプログラム上位生とためを張る実力よ。走っていこう、デスティニー。忘年会クオリティじゃない。おいおい、もう息が上がってるじゃないか。それにしても朝倉、動きが鈍ったんじゃないか。お前こそあの頃のキレがないみたいだが。二人ともなんて軽やかなステップなんだ。それに深く胸に染み渡る歌声。畜生。お前の思いは受け取ったよ。だがお前一人が吠えたところで何も始まらない。22時まで待ってやろう。もっと現場から声を集めてみろ。話はそれからだ。わかりました。出直してきます。次の交渉は22時。マネージャーのみんな、俺と一緒に立ち上がろう。待遇改善を叫ぶんだ。